はい、こんにちは。英語達人養成事務師範大の深夜です。今日のテーマはこちらです。英語がペラペラになった時の気分、どんな気分がするかというテーマでお送りしていきたいと思います。前回の動画では僕が一番最初に英語学習を始めた頃に、28歳の頃ですね、思い描いていた英語ペラペラの条件、4つの条件というのをお伝えしました。それがこちらでしたね。まず、周りの人たちからペラペラですねって言われる。 っていう状態です。そして、ある程度綺麗な発音ができて、で、さらに1時間以上ネイティブと話ができる。で、さらに、ネイティブと話をしている時の反応時間ですね。相手が話し終わった後に自分が話すまでの反応時間が1秒以内っていうのがね、自分の中で考えていた条件でした。じゃあ実際この4つの条件を満たせるようになった時に、どんな気分だったかというのを、今回はシェアしていきたいと思います。 まず、僕が一番最初に思い描いていた状態というのはね、こういう状態だったんですね。まず、英語が喋れるようになるっていうのがまず最初にきます。で、その次に、世界が変わるっていうイメージです。英語が喋れるようになることによって、一気に人生が大きく変わって、で、キラキラした人生が待っている。そして、周りの人たちもびっくりして、自信に満ち溢れた人生が待っているっていうような、そんなね、なんとなくイメージがありました。 で、実際ね、このさっきの4つの条件を満たせるようになった時にですね、感じた気分と、この時にイメージしていたことっていうのが、ちょっとね、違っていたのでね、そこを今回シェアしていきたいと思います。えまず、どういう気分になったかというと、こんな感じでしたね、僕の場合は。まず最初にこの英語を学びますよね。ペラペラになる前にです。で、学んでいく途中にですね、その学びの最中に、だんだん物の見方とか、 考え方っていうのが影響を受けて変わってきたんですね。例えば英文法を学ぶってことは、日本語とはちょっと違うものの見方、考え方を学ぶことになります。なんでこんなルールあるんだろうなって日本語で思っちゃうようなことでも、英語系の文化から見たら当たり前じゃんっていうことが結構あるんですね。で、そういうのを学んでいくごとに、だん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 ですね、自分の考え方も変わっていきました。で、そうするとですね、今度ね、付き合う人たちが変わってくるんですね。 やっぱ自分の物の見方、考え方が変わってくると、なんかそういう人たちを引き寄せるっていうんですかね。で、まあわかりやすく言うとですね、英語を学んでいる人たちを引き寄せる率が高くなったっていう感じです。英語を学び始めると、やっぱ同じような志を持った人たちっていうのは自然に寄ってくるんですよね、周りに。まあ自分がそういう場所へ出かけていくっていうのもあると思うんですが、例えば僕の場合だったら、えー、英会話スクールに通いました。で、それ以外にも、外国人の集まるバーに通ってました。 で、そこに行くと、えー、英語を頑張っている日本人の人たちに出会えるわけですよね。普段の仕事では出会えない、会社の外側の人間関係の人たちと出会えるってのがね、ありました。で、もちろん、英会話の練習のためにですね、ネイティブの人とも話をしますよね。えー、そこに来ている外国人の人たちと話をするっていう経験を通すとですね、えー、付き合う人が変わってくるわけですね。で、さらにこの英語を学んでるうちにですね、自分の英語力が上がってくると、初心者の頃には、 話せなかったトピックが話せるようになってくるんですね。最初の頃は本当に、はい、to meet you とか言ってね、えー、本当に最初の簡単な挨拶ぐらいしかできなかった状態から、英語力が上がるにつれて、徐々にですね、深い会話ができるようになってきます。そうすると、その話した相手の国の文化とか考え方、あるいは個人の価値観とか考え方っていうのが、自分の中に入ってくるんですね。その会話を通して。 で、相手もね、僕が喋れるようになってくると、面白いので、いろんな話をしてくれるわけですよ。で、そういうことをしてるうちに、だん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 、こう自分の中でね、変化が起こっていくんですね。で、それは、急に変わるっていうよりも、その英語力が徐々に上がるにつれて、少しずつそういうね、こう、体験が増えてきて、で、自分の中で考え方が変わっていくっていうね、そういう体験をしました。で、その結果ですね、世界がいつの間にか変わっていたっていうのが、僕の体験した体験談ですね。 なので、えー、結構ね、ここにいきなり変わったっていう感覚ではないんですよね。で、実際ここからここまでに行くのに何年かかったかっていうと、僕が英会話スクールに通い始めたのは28歳の時だったんですが、最初の1年間はね、結構お遊びみたいな感じだったので、本格的に今やってるこの音読トレーニングとイメージ文法に出会ったのは29歳の時なんですよね。だからそっから換算すると、34歳で僕、英検1級とトイック900点超えまで行ったんですが、えー、そこまでですね、5年かかってるんですよね、トータルで。 なので、その5年の間にですね、これをこうぐるぐる回しているっていうか、このサイクルをね、英語を学んで見方が変わって、付き合う人が変わって、で、また英語力が上がると、また見方が変わってみたいな、このサイクルを繰り返していったので、自分の世界が変わっていることにすら、そもそも気づいてないっていうことがあるんですよ。その徐々に変化していくんでね。なんで、気づいた時っていうのは、やっぱ人から言われた時ですね、えー、さっき言ったこの条件ですね、 ペラペラですねって言われるっていうふうにお伝えしましたけども、えー、これをね、僕何度か経験したことがあって、えー、自分が通ってた、その外国人が集まるバーに行って、で、そこでですね、ちょっと話を、えー、外国人の人とパーって話をしてて、で、まあ、だいたい30分から1時間ぐらいずっと1対1で話をしてて、で、まあ、一段落ついて、で、その相手がですね、一回オーダーに行きましたと、えー、別のもう一杯のビールを買いに行って、カウンターに行ってる間に隣にいた、 え、日本人男性が話しかけてきて、え、すごいですね、ペラペラですよね、みたいな感じで、なんか感動した感じでね、僕に話しかけてきたっていうことがあったんですが、え、その時にですね、言われて気づいたって感じなんですよ。え、あ、自分ペラペラなんだ、へーみたいなね。まあ、それまでなんかあんまりこう、自分がペラペラだというか、認識があんまなくて、え、徐々に変化してるんでね。 でさらに、あの、さっきこのね、付き合う人が変わるっていうふうにお伝えしたんですが、英語力が高くなるにつれて、自分の英語力が高くなるにつれて、え周りの人の英語力が高い人もね、こう、増えてくるんですよね。なので、あの、いつの間にかこう、周りが英語できるのが当たり前みたいな感じになってしまっているので、自分が一体ペラペラなのかどうなのかっていうのがいまいちわかんなくなっちゃうんですよね。そう、比べる対象が変わっていくので。もちろん、英語を全くやってない人からしたら、明らかにペラペラなんだろうなっていう認識はあるんですが、 自分では自分のことをそこまで高く評価していないというか、まあ別にあの低く見積もってるわけでもないんですけども、なんか等身大で自分を捉えている感じなので、え特になんかね、自分が特別な存在だみたいな、そういう感覚はないんですよね。この徐々に変化している時っていうのはね。なので、そのさっき言ったように、そのバーで隣り合った男性から言われて、あ、あ、自分ペラペラだったんだ、へえ、あ、もうそこまで来たんだな、みたいな、そんな気分でしたね。 で、僕は最初にですね、この周りの人をびっくりさせたいっていう願望があったんですよ。なので、英語学習を始めたばっかしの頃は、誰にも言ってなかったんですね。で、周りの例えば会社の同僚とか、上司とかにはもう一切何も言ってなかったです。もう英語の絵の字も出さないっていう感じですね。なんで、こっそりこそこそ、英語を勉強してましたね。 結構そういう人多いと思うんですよ。周りの人に言わないっていうね、特に大人の場合は言わないパターン多いんじゃないかなと思います。まあ、いろいろ理由はあると思うんですけど、まあ、びっくりさせたいってのもありますし、変にこう、英語やってますなんて言うとね、えじゃあなんだよ、お前喋ってみろよ、みたいなこと言われて、なんかもう自分がまだ準備できてないのに、そんな言われても困る、みたいなね。まあ、そういういろいろ気持ちがあると思うんですがえ、僕の場合はそういうね、まあ、びっくりさせたいってのがあったので、シークレットの状態で、え秘密裏に、 英語を勉強してました。で、えー、実際トイックは735点超えたタイミングで会社を辞めて、で、留学しようと。カナダに3ヶ月留学しようって思ったタイミングで初めて上司とか同僚に、まあ、告白をしたんですね。まあ、自分は実は英語を3年ほどやってまして、で、ある程度ものになったので仕事を辞めて海外に行こうと思いますみたいなことをね、言ったらですね、まあ、びっくりされましたね。えー、お前いつの間に英語ができるようになったんだよみたいな感じですごいびっくりされたんですよね。 ただ、その時にはですね、僕はあの、この付き合う人たちがもうすでに変わっていましたので、で、価値観も変わってたんでね、なんかその同僚とか上司の人をびっくりさせることで、こう、快感っていう感じはそこまではなかったですね。一番最初の頃の方がワクワクしてましたね。ものすごい周りをびっくりさせたら自分が気分がいいんじゃないかって思ってたんですけど、なんかもう英語ができるのは当たり前になってしまうと、それを知らない人たちに伝えたところで、こう、びっくりされてもね、 あのあ、すいません、みたいな、今まで黙っててすいませんでした、みたいな、そんな感じの方が強くなっちゃって、なんか思ったほどの、スカーっていう感じはなかったですね。ただやっぱりね、こうすごい周りからすごいね、すごいねって言われるのはもちろん嬉しかったです。まあそういう意味では、秘密にしといたのをいきなりばらした時の、えー、周りの反応っていうのは味わえたんでね、よかったかなとは思うんですが、まあ思ったほど自分の中で、ドヤーっていう感じはなかったっていうのがね、正直なところです。 えー、なのでね、えー、周りからこう言われて、ペラペラですねって言われた時ってのは、まあ、大体その時にはですね、自分の価値観も変わってて、す、え、で、ー、にね、自分が大体どの辺にいるのかっていうのがもう分かってて、えー、こ俺すごいぜみたいな気持ちはあんまりなくなってるので、もう上には上がいることがね、すでに見えてますので、なんかこう、俺すごいぜイエーイみたいな、なんかそういう感覚はあんまりなかったかなっていう印象です。ただ、自分の中に静かな自信はできましたね。 ま、少なくとも自分の周りにいる人たちよりも英語ができる状態。で、英語学習を頑張ってる人たちの中でも、まあ、特にトイック900点以上になるとですね、えー、全体の3%って言われてます。トイックで900点取れる人たちは。なので、えー、100人中3人に入ったっていう意味では、自分の中にね、こう、静かな自信ができるわけですよ。ですが、だからといってじゃあそれをひけらかしたいとかね、えー、俺すごいだろう俺900点以上なんだぞみたいな、なんかそういう気持ちはね、割と生まれてこないですよね。 これからあなたが M ワークショ習を続けていって、とにかく900点を取った時にですね、多分こういう気持ちになると思うんですよ。まあこれほんと不思議なんですけども、おそらく一つの道を極めていくと、そういう感じになるんじゃないかなという気がしていますね。 はい。ということでね、今回は、このね、英語がペラペラになった時の気分というのをね、僕自身の体験談でお伝えしました。もちろんこれは人によって違うと思いますし、人によってはね、本当にこう、あの、短期間で英語力を伸ばして、どやーって思う人もいるかもしれないんですが、え、まあ、僕の見てきた限りだとね、そんなにこうね、 えー、半年とか一年とか、そんな短期間で急にドカーンって英語力が変わった人ってね、まあ見たことないのでね、まあいないと言い切ることはできませんけど、まあそういう本を書いてる人もいますしね。えー、ですが少なくともね、僕の周りでは見たことはなかったので、えー、まあ、ある程度やっぱ時間かかるんじゃないかなと思います。来年にはもう別人のような英語力を手に入れてるっていうふうに思っちゃうと、そうなってない自分に対して落胆しちゃうんでね、あんまりこう期待しすぎずに。えー、でも確実に階段はかけていけば、えー、行きたいところでは必ず行けます。 もう英語っていうのはもう本当に特殊な能力を持った人だけが身につけられるものではなくて、ただ英語に対して時間と労力を積み上げた人がその場所に行けるっていうね、そういうジャンルなのでね。なのでスポーツとかアートの世界のような元から生まれつきの才能とか素質とかっていうものに関してはあんまりね、英語の世界は必要ないんじゃないかなと思います。積み上げていけば確実にね、到達できますので、ぜひね、今あなたが思い描いている 英語ペラペラの時の気分、それを味わう日を夢見ながら、今日も英語学習を進めていっていただけたらと思います。はい。では今日は以上です。Thank you for watching!See you later!